みんな、元気にしてるぽんか。もう5月も真ん中だぽんね。もうちょっと待てばみんなと学校で会いそうだから楽しみだぽんよ。でも逆に新入生は改めてまた緊張してくるタイミングかもしれないぽんね。誰でも最初は緊張するぽんよ。でもやっぱり友達というか、 話せる人がいることはとても大切なことだから、とにかく最初はクラスメイトに挨拶するぽんよ。みんなが初対面なんだから、自分も緊張してるけど、絶対相手も緊張してるぽん。だったら自分から近くにいる人にどんどん挨拶するぽん。そして話ができるような人が増えてきたら、絶対に後々、 自分の助けになる何かを与えてくれたりするものだぽんよ。お互いにね。僕も話すのが苦手だから気持ちはわかるぽん。あと大事なのは人を見かけで判断しないことだぽん。知らない人ってなんだか怖く見えてしまうものだポン。一見怖そうに見えても話してみたらいい人っていうのはもう古典的なほどよくある話だぽん。 逆に言うと自分自身もあんまりかっこつけすぎないほうがいいぽんよ。完璧を目指しすぎると疲れるぽん。自然体でいれるほうが自分も楽だし友達も居心地がいいはずだぽん。ということでもう少しの間僕は学校でみんなと会えるの楽しみにしてるぽんから。みんな6月に元気な顔を見せてくれぽんな。じゃあまたー。